神様が見放したようです。お疲れ様です。パーソナリティの春菜です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、投資の神様が中国 EV を見放した BYD の厳しすぎる現状をお送りします。中国 EV 最大手が崩壊する。中国は EV をとにかく普及させようとしています。そのため数多くの EV メーカーがおり、その最大手が BYD です。しかしそんな BYD の先行きに暗雲が漂い出しました。この BYD は売上が4000億円を超え、グループ全体で約12万人の従業員がいるという大企業です。携帯電話用の電池で世界1位のシェアを誇り、リチウムイオン電池の製造でも世界3位となっており、そのバッテリーノウハウをもとに EV へと進出して規模を拡大しているメーカーです。昨年は EV と PHEV を含む新エネルギー車の販売台数でテスラをしのぎ、中国ナンバーワンの自動車メーカーとなりました。そんな巨大企業である BYD に凋落の兆しが見え始めてきたのです。その兆しの一つは、投資の神様と呼ばれるウォーレン・バフェット氏が経営するバークシャー・ハサウェイによる動きです。このバークシャー・ハサウェイは3月31日に BYD の株を248万株売却しました。バークシャー・ハサウェイは14年間にわたり BYD 株を保有してきており、 BYD の躍進の要となった投資企業です。しかし2022年8月24日から立て続けに10回も BYD の株を売却し、株式保有比率を 19.92% から現在の 10.9% にまで下げてきています。このため2022年6月には353元だった株価は、バークシャーハサウェイが BYD 株を売却する動きに呼応するかのようにどんどん下落していきました。2023年3月以降は230元台から250元台を行ったり来たりする状況となってしまっています。わずかな間で最高値の 70% 前後にまで落ちてしまったのです。では一体なぜバークシャーハサウェイは株式を売却したのでしょうか。今回はこの BYD の凋落の兆しとその理由について見ていこうと思います。バフェット氏による BYD 株の売却は今後も継続すると予測されています。一部の専門家は、バフェット氏が BYD の保有株を全て売り切るのも時間の問題だと指摘。下落を続ける BYD の株価の動きはそれを裏付けているようです。なぜ投資の神様であるバフェット氏が BYD 株を手放し続けているのでしょうか。いくつかの理由を推測することができます。 BYD は中国での激しい EV メーカー同士の争いに勝ち、トップに君臨しているメーカーです。中国には数多くのスタートアップ EV メーカーが存在し、中国版テスラとまで呼ばれる企業もあります。しかしそれらの企業との激しい競争の中でも BYD は勝ち残り、中国の EV メーカーで唯一の黒字化に成功しています。2021年頃、テスラの CEO イーロン・マスク氏は、テスラの競合となる EV メーカーは中国から現れるだろうと予言していました。そしてその予言通りに現れてきたのが BYD なのです。テスラは先進性と高いブランド力を確立して高価格帯の EV を市場に投入しています。一方で BYD は190万円から230万円ほどの価格帯の EV や PHEV を投入し、中間層の需要を拾ってきました。その結果、 BYD の2022年の販売実績は EV と PHEV を合わせて185万7千台となり、 EV だけでも91万1千台を売り上げました。2021年は59万4千台でしたから、3倍近くの台数に増やしているのです。これに対してテスラの2022年の販売実績は131万4千台ですから、いかに BYD の勢いがすごいかがわかります。ただこの売上台数を伸ばすことができた理由こそが、現在伸び悩みを見せている理由でもあります。それは政府の補助金です。 BYD が低価格を維持できていた背景には、中国共産党からの莫大な補助金がありました。またテスラに対するネガティブキャンペーンも行われてきました。北京や上海の州政府はテスラ社の駐車場利用を一部の政府系機関で禁じたり、メディアがテスラに対するネガティブキャンペーンを行ったりしています。こうした BYD への国家全体でのサポートがあったからこそ、テスラを抜く販売台数を達成することができました。しかし2022年末、
中国共産党は EV への補助金を打ち切りました。これにより BYD はほとんど利益を出すことはできなくなってしまいました。他の中国 EV メーカーの中には倒産する企業も出ており、 BYD は今までのような躍進を望むことはできなくなりました。こうした政府の動きは EV が一定程度広がっていったことや低迷する経済成長などが理由なのでしょうが、 EV メーカーにとっては非常に大きな打撃です。また外部の動きも BYD にとっては厳しいものとなっています。テスラが最近値下げを次々と断行してきているのです。価格競争を通じて競争相手を蹴落とす動きを見せています。一体形成技術であるギガキャスティングなどを用いて圧倒的な利益率を達成できているため、彼らは価格を下げても十分な利益を出せる余裕があるからです。一方で BYD をはじめとした中国メーカーは薄利多売で運営してきたため、もはやテスラの値下げ策に対抗する余力がありません。最近は逆に値上げをしてブランド価値を高めようとしているようですが、果たしてうまくいくのかは疑問です。さらに米国が中国への経済制裁を強めていることも BYD へダメージを与えています。必要な部品が手に入りにくくなったり、中国市場の次に大きい米国市場でのシェア拡大を狙うことが非常に厳しくなっているのです。また欧州市場や日本市場では中国メーカーである BYD の安全性や品質について懸念の声が上がっています。BYD が製造する燃えないバッテリーと称されるブレードバッテリーを搭載した車が次々に発火事故を起こしているという報告もあります。さらに販売台数の水増し疑惑も浮上しているため、 BYD の状況は必ずしも順風満帆とは言えません。 EV 先進国ノルウェーにおける2023年度の EV シェア率でテスラが 31% を占める一方、BYD のシェア率はわずか 0.5% に過ぎないのも、これらの状況を象徴しているようです。中国は自動車大国であり、EV 先進国であることは間違いありません。しかし、BYD に対する世界の評価はかなり辛口です。自動運転などのソフトウェアを中心としたスマート自動車の時代が到来しています。テスラはこの分野に強みを持っていますが、BYD は遅れをとっています。これらの要素が BYD のこれからの成長に不安を抱かせ、バフェット氏が BYD 株の売却を続けているのかもしれませんね。自動車の本質的な役割、安全性、品質という観点から見ると、圧倒的に優秀なのは日本の車です。その証拠に昨年のトヨタの利益は過去最高を更新しています。出遅れていると言われている日本の EV メーカーが、安全性、信頼性を武器に一気に台頭する可能性も出てきています。実際、EV 先進国のノルウェーで、トヨタの EV の販売台数は、テスラに次ぎ第2位まで上昇してきています。バフェット氏が BYD に見切りをつけたということは、中国の EV メーカーとその市場に対する信頼性に対して疑問を持ったということでしょう。今後の EV 市場がどう変化するのか、そして日本のメーカーが、トヨタがどのように対応し制覇していくのか、これは見ものですね。このような状況には多くの人からも意見が寄せられましたのでご紹介します。日本の反応。バッテリー EV の心臓部はモーターではなくバッテリー。これが分かっていればバッテリー EV が5から10年程度で限界を迎えることが分かる。単に航続距離が短くなるだけでしょと考えている人も多いかもしれないけど、そうではない。バッテリーのセルが一つでも定格の出力ができなくなることで急に動かなくなることがある。そういう問題を抱えていると思うと怖くて EV には乗れないよ。中国の EV 最大手であってもバフェットの株の采配で株価がこれだけ右往左往するんだね。 EV のあり方が疑問視されている昨今だから、そこへの投資資金を引き上げるのは必然。特に今は金融不安も大きいからね。儲かるとなると右往のタケノコのごとく出現して、赤字になるとあっという間に消えていく。スマホくらいならいいけど EV はダメだよね。生命の危険があるんだから。こういうことを考えるとやっぱり自動車は信頼できるメーカーのものがいいね。中国製自動車はリセールバリューも低いし、本当に10年も乗れるのか怪しい。そう考えるとやっぱり日本のハイブリッドかガソリン車がいいね。BYD の一番最初はバッテリーメーカーではなく、海外の車を中国の安い労働力で組み立てるノックダウン方式の製造請負だったはず。後にいろんな業種を取り込んだけどね。 EV には技術的な問題がありすぎるから、
それらをきちんと解決できる技術力を持った会社の車がいいね。EV は今後廃棄されることが多くなりそうだが、その処分方法は大丈夫だろうか。バッテリーの素材還元リサイクルもできていないしね。中国の EV が大量に放棄されている EV の墓場が今後世界中に広がっていきそうだ。内燃機関車が中心のトヨタが最高の利益を出していることを考えると、結局世界の多くの人は EV が不安だと思っているということだよね。テスラは一体型の成形だから、軽い事故でも修理費が莫大になるという欠点が問題になっているしね。 BYD バスが最近我が日本にどんどん導入されているようだけど、ちょっと心配だ。すぐにはわからないところに長年のノウハウがある。 EV の上位メーカーはテスラや BYD が典型ですが、 EV 事業で新しくできたところが多いのが特徴です。そういった企業はバッテリーでモーターを回す技術は確かにあるのでしょうが、車両本体や総合的な品質はどうなのでしょうか。既存のメーカーはそれだけでなく、耐久性、メンテ性などすぐにはわからないところに長年のノウハウがあります。それこそが日本車の信頼性の高さの根拠と言えるかもしれません。自動車事故はその後の人生にも関わることです。だからこそ安心して乗ることのできる自動車を選びたいですね。あなたはこうした中国 EV メーカーの厳しい状況についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。